どうも、シャベンです。今回は、ラストと、3回目ですね。これが終わって、あと9月どうなるかっていう感じですね。とりあえず、いただこう。よいしょ。で、僕、今んとこ全部平均なんですよね。150、75か。マジで平均的なんで、超えろ！まあいいんすよ、もう。僕はこれでいい。10年引けるし。で、モンクデラックスはちょっと僕の持ってるんで、普通に。の2体いるし。こっちで。マジでこれ引けないんですよね。本当に、これまでのね、いい引きが、これで生産されてるというか、何も引けてない。星でも2回分引いてるんで、割とやばいんですよね。これ出ないと。止まれ！止まれ！で、ラーラーまあ、久しぶりに見た。アルファっぽいですけど、なんかね。アルファにいそうだもん。え、どうしよう。マジ引けないな。これいつまでだっけ？ 30。やばい。どうすればいい？なんか引きたいんだけどな。まあいいや。とりあえず。はい。まあちょっと時間短かったんで、ノアの話して終わりますか。いや、ノアなんかすごいね、ザ・旧大天というか、そういう言葉似合いますね。で、その性能のインパクトはないですけど、やっぱ飛行ついてね、汎用性も上がって、まあ加速、腐んない加速と、プラズマの2倍の長距プラズマ。で、SS も結構早めに打てて、ちょっと難しいですけどね。まあ、貫通なんである程度当てやすくなってますし。それのチェーンじゃなくてあれか。ガリレオ SS ですかね。本当に平均点。まさに。そういうキャラ思いますね。あと、ノアと相性いいキャラノアなんですよね。ノアとノアの相性良すぎるんでね。複数体欲しくなるというか。このね、引っ張りは楽しいですね。あの、グリム兄弟と一緒で、引っ張った楽しさを思い出す。あ、多分ユークリも準備出てましたけど、これもあるんでね。上がり幅もあると。いや、ノアねー。あと、ま、昨日ね、僕ちょっと、あの、動画、一瞬で上げるためにね、最初はアニメのやつを、めっちゃ飛ばしてみちゃったんですけど、あなた普通にアニメ見たらね、めっちゃ面白かったんで、皆さんぜひ見てください、アニメ。面白かった。あの、消せと欲しくなるんですよね。消せで来ないかな？全然僕引きますよ。なんか、どっか行ったら。タイミングないか？なんかモンスターアニメなんやかんや来ないですよね。去年もね、アニメの、ビナーとか来なかったですからね。ビナーゼフォン。散々予想して来なかったっていう。全然来ないですよね。感情移入しちゃいますよね。あれ見ると。はい。まだやっぱアニメでちょっと期待高まってましたからね。今回性能を見てちょっと微妙っていう人も多かったですね。ハードルが上がりすぎてたっていう。まあ、曲の言っちゃえばね、自分が強いと思ったら強いでいいんですよ、もう。それでいいですし、弱いと思ったら弱いでいいですし、それでいいんですけどね。だそれをなんか、押し付けるの違うかなっていう。なんかそれ、ノア強いっていう人は、バカだ、みたいな。それはね、違うと思いますね。まあ、議論しましょうね。ちゃんと正当な意見とか持って、だったらいいと思いますね。いや、これ僕使っちゃうな、でもちょっと楽しいな。もう引っ張るの面白いんですよね。昔のパンドラしかり。はい。じゃ、隙があったら使いたい。まあ、飛行ついたからね、仕事増えたし、溜まってる。でも、これ最後のボスなんですよね。ちょっとこれがね、難しいというか、まあ、これも3でいいや。威力は結構出るんですよね。行くんじゃない？あ、行かないか。まあ、行っても1段階か。これで、ぴょんと。
うん。モンストしてる。モンストやってる感すごい。これはでもアーサー的な墓地はいけるんですかね。アーサーのような汎用性重視というかね、最初に引いたらいいよみたいな。お。加速か。本当にね、複合目欲しいんですよね。同盟撃。同盟撃とか、同盟速とか欲しい。あ、同撃速か。それが欲しいんですよね。というか、オーバーハイフとノアでした。よかったらコメント欄から皆さんの今日のオーバーハイフの結果とか、ノアについての感想とかありましたら、どんどん書いていただけると嬉しいです。あと、3チャンネル登録もしていただけるとこんな感じで、毎日妄想動画投稿してるんでよかったら登録していただけると、これから頑張っていくんでどうか、よろしくお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。さようなら。